はい、どうも、トラキッチです。今回はね、ミリオンマネジメント の累計の方が終わりましたんで、それを聞きたいなと思ってます。これですね、一番下、はい、終わってます。 S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第2弾、これを引きたいなと思います。それでですね、まあ、狙うはもちろん阪神タイガースの福留孝介選手、ぜひとも欲しいなと。 A ランクのね、自チームでも福留選手きっちり取ってますんで、今リーグで頑張ってもらってます。さあ、早速じゃあ引きましょうか。エキサイティングプレイヤー契約と第2弾、12分の1で期待を込めてお願いします。いやー、来てほしいですね。おお、演出はいいですね。さあ、来てくれ福留選手、お願いします。おお、千賀選手、A ランクもね、来ましたね、千賀選手。いやー、ねえ、12球団やったらいいですけどね。でもね、ちょっと福留選手じゃなかったですね。まあまあ、仕方ないですね。このこればっかりは。いやー、福留選手、いや、千賀選手、A ランクもね、来ましたからね。いやー、すごいな。そうか、福留選手、小塚。まあ、まだね、その、全然、集まってないんでね。ちょっと重いんで、なかなか千賀選手にたどり着けないんですけど。これでいいと思うな。そうですね。はい。いやー、能力も高いですね。結構、12球団では、重宝する。じゃないかなという選手なんですけども、9位 A でお化けフォークありますからね。わあ、今回はちょっと福留選手いけませんでしたけども、まあね、まだミニオンマネジメントの方もあと 1日と17時間ですかあるんでね、これでちょっとまあコツコツやりながら、そのランダムボックスのね、まあ、A ラン契約書でもゴールド契約書でもね、もらえればいいんですけども、ね、まあ、結構ね、スカウトポイントとかがね、来ること多いんでね、こういうのって。だからまあ、それでもね、エナジー使うわけでもないんで、コツ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 、無課金者らしくやっていこうかなと思ってます。今回はこんな感じですね。福留選手いけませんでしたけども、でもまあ、良かったかなと思います。以上、トラキチでした。